新作グッズ出ます。よし、どうでしょう。ハウス、さっきのじゃなかったみたい。こっちの奥のやつかな。ちょっと画像悪いな。こっちだと思う。こう来てる。まあ、赤びだ駅かな。すごいお城みたいだな、駅が。で、あれが鶴山ってやつかな。あったあった。あったけど閉まってる。本当に定休日でした。赤びら駅の裏ですね。鶴山っていうのがありまして、これなんだ。炭鉱跡っていう、不要な岩石や廃石を捨てた山。ドライブマイカーのロケ地らしいですね。ちょっと行ってみよっか。これね、スーツさん登ってたからね。ヒグマにがいるの。いや、今回はちょっと時間なくて登れないな。もしかしたら最終日来れるかもしんないけど。あそこが赤びらの駅。音江町です。すげえまっすぐのジェットコースターの道みたい。およそ700m先、エベオツ西11を。右方向です。エベオツ。深川ですね。今。およそ300m先、右方向です。右？これ？ホームセンターに来ました。ちょっと炭とかガスとかマットとかも買った方が。樽の里オートキャンプ場まであと10キロ。もう少しです。
1時20分半には着けるかな。あと4キロ。ちょっと山の方に入ってきたね。この口は千葉です。跳ねてる。すごい。張り切りすぎちゃったって。すごい暑いな。ありがとうございます。あ、そうだな。あっち。あげたって、ね。熱々を食ってもらわないとね。うまい、ね。意外としっかりしてるね、こいつね。味が濃い。うん。もう。びっくりしちゃうんだよ。お、来たか。よーし。よーし、よこせ。うん。ビール欲しいでしょ。欲しいですね。ねえ。そういうこと。さっきヘビーウェルカムして藤村さんにあげてもらったけど美味しかった。設営完了。中はこうです。まだシュラフは広げてないけど、この後実はまだこれ終わりじゃなくてまだ始まったばっかりなんで、こっからね、まずはあれですね、この後終わったら、いろいろ体験ができる。そうです、ね、アジアでね、ぜひね、まだ開かないんでね、席戻ってくださいよ。さあ、ドキドキしますね。連発2枚すでに連発を持っている三重県のこの方も東京から来てますよ。再びの沼田が確定するのか。ケチャップで。ケチャップで。どこでも連発いいですよ。いいですよね。レターに入ってる。また来ます。すげえ。ビシッが来るな。
すごい。ありがたい。早い時間が。持ってたりな。そうそうそう。するとやっぱり彼なりにわっしょい感がないって持ち上げろってやっぱりレジスタンス的な発言がやっぱり出るわけよ。そうです、うん、沼田町からご連絡です。はい、ホタルが待ってるそうです。やっと、おや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 、おお、真上きゃ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 、真上、おお、真上、すごい強い光、強い光。今星とかされてる。あれ一等星かな。一等星ですね。うわあ、うわ、近近近近。くる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 。すげえ、止まれ。この子止まれ。鹿じゃないですか。鹿。目が緑。目が頭の中にどうでしょうか。目が緑だから虎だ。ホタル鑑賞、星空鑑賞も終わり、スタッフさんたちと12時過ぎまで飲んでテントに戻ってまいりました。明日は特に観光などはせず、網走まで約300キロの移動となる予定です。ではおやすみなさい。